女子 100m は第2組の結果がスクリーン出されております。第2組の結果、1着1着山内さん、大宮東高校 10.1m でした。続いて3組目はもうスクリーン出されております。1着岩立さん、川越寺尾中12秒88、2着斉藤さん、ブルーム PJT 13秒00、3着石井さん、花咲徳栄高校13秒06。追い風 1.2m でした。速報です。ただいまの1着は7レーン小川さん、川口市立高校13秒09、追い風 1.1m でした。ただいま6組、これは大宮東高校、町川さん、速報です。ただいまの1着は5レーン松澤さん、大宮東高校13秒28、追い風 1.4m でした。女子七種競技の走り幅跳びは最終3回目に入りました。スクリーンをご覧ください。女子 100m は第5組の結果です。1着予想は第7組のスタートです。小山
ただいま7組。宮東高校13秒282着藤井さんブループロジェクト13秒383着鈴木さん SSAC 13秒45追い風 1.4m でした。奈良市の女子走り幅跳びは現在最終3回目、続いては蕨高校。ただいま8組。速報です。ただいまの一着は9レーン村中さん、朝霞第三中13秒78、火事はありませんでした。ただいまバックスクリーン前で練習が行われております女子棒高跳び、バックスタンド前で行われております女子棒高跳び。スクリーンをご覧ください。女子 100m 第7組の結果です。1着山中さん久喜高校13秒532着鈴木さん赤見台中13秒543着野宮さん岐阜高校13秒89追い風 0.4m でした。